倉庫大発掘です。今日はですね、京橋エルグランでイベントをする超合金、そしてソフトビニール、その中でブースカです。ここに丸徳って書いてありますよ。だからとても貴重なブースカが入っているんですよね。今日はこれを紹介しますね。ブースカですね。並べてみました。どうですか。珍しいものたくさんありますよ。怪獣ブースカはですね、1966年11月から1967年9月まで毎週水曜日に日本テレビ系列で放送されたんですよね。つぶらやプロダクション、そして東宝制作の特撮テレビドラマです。まあ、ブースカはですね、もしも怪獣が家庭に住んでいたらというテーマで、怪獣って怖いってイメージがあるじゃないですか。でも全く怖くないのがこのブースカだったわけですよ。友達ですよね。まあ、とても親しみがあって、怪獣ではなく心より怪ですね、怪獣としたようです。少々のパーなど、ブースカ語は当時の子供たちの間で流行ったわけですね。まあ、これはですね、ソフビでできたブースカ、そしてこれは丸さんが作ったゼンマイ歩行のブースカですね。ラーメン怪獣ブースカ、寒いからちょっと寒いとゼンマイがね、でもだんだん動いてきますね。歩きながらお蕎麦を食べる怪獣ブースカ。ゆい子は歩きながら食べちゃダメですね。丸さんです。珍しいのはこの台本ですね。これは日本テレビ、つぶらやプロダクション、東宝株式会社って書いてありますね。怪獣ブースカの台本です。こういう台本があったんですね。あ、いろいろ絵が描いてありますよ。そして極めつけがこのブースカですね。これは実際にドラマで登場したブースカです。なんかこの背中だとか愛しくなりますよね。ちゃんと僕はここにいるよみたいなね。ブースカは大人気だったので、いろんな形のね、大きさも大中小だとか、たくさんのブースカが作られ売られたわけですね。リモコンブースカ800円、ゼンマイブースカ500円、そば食いブースカ700円、安いですね結構。ロケットブースカ500円、小ブースカ100円、このブースカ2600円。果たして今いくらするでしょう。なんてね、ちょっと鑑定団みたいですね。大変です、きっと。まあ大変ですっていうのは、値段がものすごい値段ですね。嬉しい時バラサバラサ、悲しい時しょげた時少々のパー、怒った時はですね、プリプリのキリリンコって言っていたんですね。おかしくないですか、キリリンコ。丸さん商店って書いてあります。今日の倉庫大発掘戦利品は怪獣ブースカです。